Voilà, voilà.
なんか、ちょっと人少ないなみたいなのを思いつつあるんですけど、この人数で1人2人分ぐらいちょっと盛り上がっていただいて、人数の少なさをかき消していただきたいなと思うんだよ、塚君。頼むよ。前にしてよ。ちょっとマイナーな曲だったので、ワンドリンク別とね、悲しみロックが、だからちょっとまあ楽しい曲だなぐらいに思ってたかもしれないんですけど、まあ、この後やる曲はみんなが必ず知っているであろう曲なので、私たちはね、自分たちにめちゃくちゃ酔いしれてるので、皆さんも私たちの曲に酔いしれちゃってください。じゃあ、思いの丈？ないということで、まあまあまあ、いっぱい喋るからね、最後にきっと。まあ、なんで、ラスト聞いてください。ありがとうございました。